秋といえば食欲の秋、読書の秋とも言うよ。でも秋は食べ物が美味しいんだよ。確かにお芋や栗などとっても美味しい季節だよね。ねえねえ、秋の食べ物でみんなでパーティーしようよ。いいわね、秋鮭、秋の鮭は美味しいわよ。何がいいかな、最近寒い日もあるし体が温まるものがいいよね。それならキノコはどうかしら。誰？私の名前はワルバービ。とっても美しい人よ。自己紹介で自分のことを美しい人と言っている。その自信見習いたいね。秋のお肌にいい食べ物はキノコ。キノコは栄養が豊富なのよ。キノコ、あんまり食べたくないかも。まあ好き嫌いはダメよ。お肌が綺麗になるのに、私みたいにツルツルのピッカピカの肌になりたいんだったら、みんなキノコ食べなさいね。キノコか。キノコは美味しいけど、キノコだけで食べるってことはあまりないよね。そうだね、シチューに入れたり何かと一緒に炒めたりすることが多いかな。まあキノコだけでもとっても美味しいんだから、あなたたちにキノコの魅力を教えてあげる。それ。ここ、ここってお皿の上？そうよ。バルバービー、一体何を始めるっていうの？それはね、あなたたちにキノコの魅力を知ってもらいたいから。あれ？空からキノコがたくさん降ってきて、私たちキノコに閉じ込められちゃった。そうよ、あなたたちがキノコの魅力に気づかないからキノコに閉じ込めちゃったの。これでキノコ大好きになるでしょ。動けない。キノコ好きになるどころか動けなさすぎてキノコ嫌いになりそう。重いよ。動けないわね。キノコはとっても美容にいいのよ。美容で思い出したけど、私エステの時間だった。遅れちゃう、行かなきゃ。ワルバービーとかいう人が私たちをキノコに閉じ込めてエステに行っちゃった。あ、どういう状況なんだろう。キノコ重いよ。動けないわ。どうしよう、ここから動きたくても動けない。あ、そうだ、動画を見てるみんな、私たちをここから助け出したいと思ったらグッドボタンを押してくれないかな。グッドが押されればきっと奇跡が起こるはずだね。みんなお願い、グッドを押して。あー、グッドボタンが押されてる。みんな優しいね。きっとここから出られる奇跡が起こるはずだよ。ちょっと待ってみよう。今日はねずこたちに美味しいキノコ鍋を食べさせるために山にキノコ狩りに来たよ。キノコはないかな。あ、炭治郎くんが来てくれた。しかもキノコを探してる。おい炭治郎くん、こっちこっち、助けて。助けを呼ぶ声が聞こえたような。あー、みんなどうしたの？大量のキノコだ。ワルバービーとかいうキノコ推しの人にキノコに閉じ込められちゃったの。炭治郎くん、ここから私たちを助け出してくれないかな。お願い、助けて。もちろん、キノコも欲しかったし、みんなのことも救出するよ。よーし、キノコ狩りだ。キノコをどかして救出していこう。この大きいキノコをどかして、このちょっと大きいキノコ、ちっちゃいキノコもついてるのもどかして、よし、キュアフレンディ救出大成功。炭治郎くん、助け出してくれて本当にありがとう。どういたしまして。すごく大量のキノコだね。そうなの。他のみんなも救出しましょう。うん、他のみんなも救出していくよ。キュアレディアンの上のキノコを溶かしてみよう。おお、よいしょ。お、一個溶かしたらもう救出できそうだ。よし、キュアリリアン救出大成功。あ、元のところにキノコがついてた。よし、これで救出大成功だね。炭治郎くん、それから動画を見てるみんな、キノコをどかして救出してくれて本当にありがとう。キノコにずっと閉じ込められちゃうかと思った。キノコ好きだけど、これだけ大きなキノコに閉じ込められるのはもうコリコリ。さあ、
残る2人を救出しましょう。残る2人、キュアワンダフルとキュアヤミーも救出していくよ。よいしょ。おー、大きいキノコ。これも溶かして、キュアワンダフル救出できそうかな。よし、キュアワンダフル救出大成功。みんなありがとう。炭治郎も動画を見てるみんなも私たちを助け出そうという気持ちでキノコから奇跡的に脱出できたよ。わー、キノコってすごいんだね。こんな大きなキノコもあるんだ。びっくりしちゃった。さあ、残る一人、キュアニャミーも救出していこう。キュアニャミーもキノコから救出していくよ。上に乗ってる大きなキノコを、わーすごい、でちっちゃなキノコも乗ってるので、ちっちゃなキノコを溶かして、よし、キュアニャミー救出大成功だ。動画を見てるみんな、私たちを救出しようとグッドを押してくれて本当にありがとう。うわー、キノコってすごいよね。よし、これからみんなでキノコパーティーしましょう。キノコに閉じ込められるのはもうゴリゴリだけど、美味しそうなキノコでみんなでキノコパーティーしよう。キノコに閉じ込められないように注意。食欲の秋、食べ過ぎないようにも注意しないとね。みんなも楽しく秋を過ごしてね。それじゃあ今日はこの辺で、あね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん、おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも